どうも、キフライタともです。レジェンド覚醒パックに入る、こちら、グレートホーンマンモスという新カード。こちらがね、結構強いので、ご紹介したいと思います。火属性7レベ、2500、1500、獣族の新規カードですね。このカードを召喚したターンに、デッキトップを送って発動できる。次の相手ターン終了時まで、このカードが表側表示の間、お互いは、レベル4以下の効果を発動できない。というメタ効果を持ってます。ラッシュデュエルってなんだかんだレベル4以下の下級モンスターの効果って大事なことが多いんですよね。なのでこのメタ能力はなかなか強いんじゃないかなって思います。しかもお互いはなんで、一応そのターンの自分も発動できなくはなるんですけど、バトルフェーズ行く直前に発動すれば、別にそれまでは自分はレベル4以下の効果発動できるので全然デメリットにならないですね。ただ一個注意するとしたら、召喚したターンなのでビーストサモナーみたいな特殊召喚した時は発動できないっていうのが、まあちょっとネックですね。普通に通常召喚しないといけない。イラストもかっこいいし、効果もね、今後は必ず1枚はサイドに入ってるんじゃないかなぐらいのレベルのカードだと思うので、これは当てときたいですね。レジェンド覚醒パックももう発売近くなってきたので楽しみですね。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。